ココシャネルも愛した激甘スイーツ、デパ地下好きなら知らんわけない、アンジェリーナのモンブラン、こんなんガチの甘党しか食べへんやろってくらい激の甘やねんけど、モンブランの元祖としても有名で100年以上前から愛され続けるモンブラン界のスターやねんて。ほんで肝心の中身はほとんどがクリーム、いやそりゃ甘なるわって話よね。特にこのオリジナルモンブランがブラックコーヒー装備必須の甘さやねんけど、なぜか病みつきになるんよね。なんとあのココシャネルもこのモンブランが大好きやったみたいで晩年まで食べ続けたみたいです。ちなみに残念ながら今日本では関東のデパ地下とか催事でしか買われへんけど、また見つけたら私も速攻リピすると思う。